皆さんこんにちは、怪我人チャンネルの怪我人とカメラマンのラセマルです。お願いします。お願いします。今回カメラマンも一緒にね、解説に参加するということで、はい、どうですか、初めての。いや、そうです、まあ緊張しますね。そうですよ、ね、はい、俺も緊張してますで、今回はこの今画面に映ってる手塚康平選手のフリーキックをちょっと解説していきたいと思っておりますが、この選手知ってますか？いや、ちょっと知らないですね。この選手、今は横浜 FC に在籍してるんですけど、もう生え抜きの柏育ちで、まあ柏でずっとやってて、今横浜 FC でやってる左利きの、もうキックが素晴らしい選手です。彼を解説していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、横浜 FC の最近のフリーキックですね、これ。じゃあちょっとズームしてスローで行ってみましょう。軸足は蹴る方向に対して斜めに入れてください。そしてインパクトはインサイドで舐め上げるようにして蹴り上げます。で、蹴り足は軸足と平行に着地してくださいと。別角度からいってみましょう。これも素晴らしいですね。いや、ほんと綺麗ですね。そうなんですよ、こう描くように蹴れる、このフリーキック。いや、ちょっと自分には蹴れないですね。俺も蹴れないと思ってたけど、はい、練習したら蹴れた。嘘だ。まあ、この後それを見てもらえればね、はい、分かると思うんですけど、インパクトはインサイドで。で、舐め上げるイメージでちゃんと蹴り上げる。で、蹴った後もインサイドはゴールに向けてください。そして、着地は軸足と平行に着地する。これが結構ね、大事なポイントなんでね。それでは実際にやっていきましょう。お願いします。フットサルゴールで、まあ、壁とゴールを作って、これでフリーキック練習をしていきたいと。手塚康平選手のフリーキック説明していきたいと思います。ボールを置いて助走なんですけど、まあ、あっちに行けるとしたらほぼ真横から入るイメージ。これがほぼ真横だとしたら、真横から1歩もしくは2歩ぐらいで助走を取ります。一番のポイントとしては、軸足は斜めに入る。絶対こうゴールに直線で向けないで斜めに入る。軸足はで、軸足入れた時に右足をここにこうセットして、インフロントっていうよりかはもう本当に親指の付け根よりもこのナイキのマークをインサイドの辺に蹴ります。蹴る時なんですけど、よくこうやって擦るようにって表現する方多いと思うんですけど、曲げて落とすフリーキックは擦らないです。ここでボール当てたら、このまま要は進行方向に向かってボールをこう舐め上げるイメージ。擦ったらカーブになっちゃうんで、こっから舐め上げるイメージで蹴ります。手塚選手とかって蹴り終わった後こういう姿勢じゃなくて、舐め上げてるからこういう姿勢になるんですよ。